おはようございます。おはようございます。茨城ゴールデンゴールドの片岡由美です。今回は高橋久典のひさちゃんとのコラボ企画ということで、20世紀最後のプロ野球を振り返ろうの後半戦、はい、日本シリーズ編に行きたいと思います。イエーイ。世紀末に ON 決戦ということで、もう日本中盛り上がりましたよね。大盛り上がりだった。いや、そうですね。あのね、僕らもやっぱりちょっと舞い上がってるところありましたよね、選手も。だって、報道陣の数がまず違いますからね。まあ多かった。いや、そうですよね。いや、もうスーパースターの監督対決ですか。そして両チームともスーパースター揃いでしたからね、しかも。本当ですよ。あの時の大栄も強かったですもんね。強かったですね。あの、で、打線がやっぱりすごかったですね。応援対決っていうものがすごいもう日本中を巻き込んだ、もう素晴らしい大イベントかのようになってましたけど、長嶋監督は王監督のことを意識されていたんですかね。いや、意識してたと思うな。してたんです。多分、例えばミーティングの節々とかに、あの、やっぱり王さんの名前が出てたりとか、やっぱり大栄は、まあね、王さん率いる大栄みたいな、そんななんか確かことを言ってたような気がします。だから、あ、かなりやっぱり長嶋監督も意識してるんだなっていうのはあったんじゃないかな。そっか、うん、意識するんですね。なんかしなさそうなイメージもするけど。いや、ただでもこの2人がいることによって日本は絶対にお祭りになるっていうのは分かってらっしゃる方なんで、そうですね、それをうまいことマスコミを使ってアピールされたんではないかなと思いますけれどもね。そう、長嶋さんだからやっぱりそういうの見せ方が上手ですよね。ね、エンターテイナー、うまいです。やっぱり日本シリーズ行った時にどうやって入っていって、どうやって王さんと出会ったら、会って握手したらいいかっていうのも多分すごく考えてたと思いますよ。やっぱりね、それこそやっぱり日本の野球界のためのことを考えてあのゲームに臨んでるはずですね。あのね、日本シリーズって僕1年目はあの経験して、日本シリーズってこんなやっぱ盛り上がるんだと思ったんですよ。報道陣も人もいるし、いや、それこそファンの方も多かったし、いろんなところになんかこうチーム以外の人たちがいっぱいいたんですよね、はい、だけど2002年に、日本シリーズ行った時、あ、その後もまあ日本シリーズ何回もやりましたけど、あんだけ盛り上がったシーズンはなかったんじゃないかと思う、シリーズは。いや、ただ2連敗したわけじゃないですか、まずは、はいはい、そこからちょっと聞いてみたいですよ ね、 すよね。本拠地で2連敗です。 その時のこのチームの雰囲気っていうのはどうだったんですか。いや、まあなんか、まあしょうがない、負けは負けだからしょうがないねっていう、なんかね、そんな感じですよね。で、長嶋さんもやっぱり、まあこの2戦はもうしょうがないと。ただ、大栄の福岡に行ったら、これもうまた流れが変わるから。あ、でもこれも考え方一つですね、ほんと。確かに。そう。いい方にいい方に、やっぱりジャイアンツをこう転がしていってたのは、やっぱりジャイアンツのその首脳陣だったんじゃないかなと、ね。なるほど。で、またあの長嶋監督がやっぱスーパーポジティブじゃないですか、うん、やっぱそういう部分でもやっぱり影響的にはかなり大きかったんじゃないですか、うん、そうですね、あの、確かにそれは あったかもしれないです。でも久典さんはそのルーキーやながら、うん、日本シリーズの第5戦の先発を任されたわけじゃないですか。おお、はいはいはい。その時のこの心境っていうのはどんな感じだったんですか。バクバク、いや、意外となんかね、バクバクっていうのはなかったんですよね。4戦目終わるまで僕が先発するかどうかもまだ分かんなかったんですよ、はい、あ、そうなんですか。そう、だからもし4戦目で負けてたら僕の先発なかったんですよ。2勝2敗にならなかったら。へえ。そう、だからそうなったら斎藤さんかもしくは上原が行ってたんじゃないかなと思うんですよね。ちょっとそれはあの分かんないですけど、まあ、斎藤さんが有力だったんです、負けてた。そうか、なるほど、うん、でも4戦目が終わってからその5戦目が久典さんって決まったということは、言っちゃえば前日ぐらいに先発が決まったってことですか。そうですね、前日ですね。あの、まあ、その前からあの勝ったらお前が行くよとか、負けたら違うかもしれないっていうのはなんかその感じはあの言われてたけど、4戦目終わるまでは自分がやるのかどうかっていうのも分かんなかったから、まあ、それ考えるとそこまでこう緊張してガチガチになるっていうこともなかったし、言われてからも別にそんななんか、ああ先発できるんだっていうぐらいの感じですよ。すごい、久典さんもポジティブですよね。そうですよね、やっと野球できるんだみたいなことですよ、うん、だって普通だったらね、2勝2敗できてて、俺負けたらどうしようかね、そうなるじゃないですか。スーパーネガティブはそう考えますよね、うん、でもね、やっぱ年取っていけば、ね、ベテランとかになるとそういうふうに思っちゃったのかもしれないですね。
だからルーキーだから失うもん何もないし、別に3回4回でノックアウト食らっても別に誰も攻めないだろうなっていうのはそんななんか軽い感じですよね。すげえ。ちなみにそれ伝えられたのはコーチ陣からですか、それとも監督からですか。コーチからですね。香取さんからだったと思います。それでその後に村田真一さんから電話かかってきたんです、はい、前ヘッドコーチから、はいはい、あのまだ現役だったんで、はい、キャッチャーで、で僕シーズン中は村田義則さんだったんですよ、はいはい、キャッチャー、はい、メインのキャッチャーが、はいはい、村田真一さんとやるのほぼなかったんですよね。それで村田さんから電話かかってきて、で今あの監督から電話あって、あの明日わしが行くことになってのうんうんうんって言ってたんですそこまでちょっとディスりすぎじゃないですか。はい。それで、さあどうやん、ほんって言うから、いやどうもこうもないです。まあ今普通にベッドの上でテレビ見てますねっていう感じで話してた。そう、お前明日何投げんだって言うから、いや何投げんだも何もまあだいたいこんなで投げます。見てなかったのシーズン中っていう感じですよ。だから。いや本当ですよね。持ち球をそこで把握するっていう。そう。それでまああのサインの確認だとか、じゃあこういうふうにしていこうかっていうことで、まあなんとなくそのね話10分ぐらいかな、10分ぐらいで終わったんですよね電話が。10分で終わるんですか？うん。なんかそんな感じだったな確か。でも、うん、言っても大英打線をこう研究しながら、初球は投げな、うん、何投げようかとか、松中さんにはこれ行こうとかっていうのはあったんですか？いやでもほとんどなかったですね。こういうふうにシミュレーションしてとかっていうのはなかった。ただ、はい、オープン戦の時に、うん、あの5回、うん、無失点ヒット1本も打たれないかったんですよ。ほーオープン戦でね、はい、オープン戦で、はい、だそれがなんかいいイメージがすごくあったんですよね、大英打線に対して、はい、だからこういうふうにやっていけばなんとなく抑えられるかな、なんまあ5回ぐらいはなんとか持つかななんていうような、なんかそんな感じですよね。そう、それでね、その当日ね、村瀬さんとブルペンに入るじゃないですか。はいはい。で、まあ、何球かピュンピュンって投げてたら、カーブがめちゃくちゃ良かったんですよ。で、カーブがいい時って僕すごくいいのね。はい。いい調子のバロメーターなんですよ。はい。はい、あ、これちょっと今日いいかもしんないなぁなんて思って投げてたら、村瀬さんもそれ感じてくれたみたいで、おん、さあ、これなら今日5回いけるなって言われて、5回持つな。はい、五冠頑張りますなんて言って、それで終わって、そしたら、蓋開けてみたら、ゲーム始まったらあんなになって、トントン拍子で。まあ、点もいい感じで、こう、野手の人たちも点もいい感じで取ってくれたんですよね。確かに、うんうん、まあ、いや、でもやっぱ持ってらっしゃると思うんですよ。ルーキーイヤーにまず日本シリーズに出れたことがすごいじゃないですか。うん、で、そこで、初登板、初完封勝利でしょ。うん、こんなルーキーいないでしょ。どうなんですか、ちょっと僕その辺はあんまりよくわかんないんですけど、詳しくないんで、なんかよく初先発初完封はいない、あんまりいないよねっていうのは聞きますけど。でもそれでね、そのルーキーイヤーの10勝目っていうその2桁勝利にも乗っけられるわけですから、ルーキーイヤーの10勝目ってことですよ。そうです。ありがとう、あ、じゃあありがとう、もうそこ強調してもっと言って、もう本当にということで、うん、今回は2000年の伝説であります ON 対決についてお話を伺いさせていただきました、はい、今年の日本シリーズでは巨人がソフトバンクに勝つという方はぜひチャンネル登録といいねの方よろしくお願いします。勝ちたい。勝ちたい。そして僕らもお願いします。本当にお願いします。そしてこういう話聞きたいななどありましたらコメント欄の方にまでお願いします。久典さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。